店のご飯タイムということで、魚を食べる鳥たちの餌として、今アジ、それから生きたドジョウ、この2種類の餌を持ってきました。で、餌をあげる場所ですけど、一番出口側のあのテラスの小さい池から池が上中下と3カ所あります。ですから一番出口側のテラスから端の上までどこでご覧いただいても至近距離で餌を食べている様子がご覧になります。ただ端の上でご覧のお客様、あの食前食後の鳥たちが皆さんの頭の上スレスレをかなりの数が飛んでいっております。鳥たちがぶつかることはないんですけど、たまに糞の目撃があるんで、その辺はお気をつけください。で、今持ってきてる餌なんですけどね、生きたドジョウ、魚を食べる鳥たちにとっての一番のご馳走は生きたお魚です。ただ生きたお魚は正直な話めちゃめちゃ高額です。ですから少ししか買ってもらえません。ですから鳥たちも死に物狂いで食べに来ます。で、今目の前ご覧いただいたら、なんかいろんな形の鳥がいっぱい集まってきてるんですけど、全て魚を食べる鳥たちです。このお魚を食べる鳥たちの午後のご飯は毎日3時30分と時間を決めています。ですから鳥たちは時計を見なくても必ずこの時間帯にこのようにして集まってくるんですね。それではね、一番出口側の一番上の池から順番に入れていきます。皆さんがご覧いただいているところからも直接投入しますんでね、少しだけ場所を空けていただきますんでね、その辺だけご協力よろしくお願いします。ではしばらくお待ちください。
純白の小型の鳥たちがね、いっぱい来てるのをご覧いただけると思うんですけど、正確な名前は白鷺ではなく小鷺という鳥ですね。あのこの白い色の鳥は何種類も行くようになってます。鷺は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 鷺